やっぱり朝一のジョギングは気持ちいいわね。それに今日は体が軽い。あと2キロ行ってみようかしら。あら、誰か座り込んでる。どうかしたんですか？え？ああ、あなた妖馬学園の生徒なの？私、どこかで会ってたかしら。あの、ごめんなさい、名前が思い出せなくて。フォトンの？ありがとう。それで、どうしたの？こんなところで座り込んだりして。とりあえずタオルで足首を固定しましょう。あなたのタオルも使わせてもらっていいかしら。この水、さっき買ったばかりだからまだ冷たいわね。こっちのタオルを濡らして足首に巻いてっと。で、こっちのタオルで動かないように固定っと。どう？これで少しは楽になったんじゃないかしら。いいのよ。ゆっくり歩くくらいならできるかもしれないけど、家に帰ったら安静にしておいた方がいいわ。それからお医者さんにも見てもらった方がいいと思う。普段から走ってるわけではないのね。単純な運動に見えても慣れてないなら気をつけないといけないわね。どうして急にそんな無理をしようと思ったの？どうして私に謝るの？誰がそんなことを。3ヶ月？そんな前のことを？というか、あれは MC って言って、ちょっとした間をつないでお客さんを盛り上げるための、なんていうか、演出みたいなものよ。さすがに初対面の人に特訓